この度は IAC トラベルをご利用いただき誠にありがとうございます。この動画では実際のお客様の入国体験などをもとによりスムーズに日本入国ができるような方法を旅行代理店の目線で当社をご利用いただいたお客様に向けてお伝えいたします。まずは日本入国のための事前準備についてご案内いたします。日本に入国する方は皆様事前準備が必要になります。それでは一緒に見ていきましょう。日本入国時の必要書類について。1、日本出発前72時間以内の陰性証明の提示。提示をできない場合は日本への上陸が認められません。検査結果を確認し、所定のフォーマットでの準備をお勧めいたします。2、指定アプリの利用ができるスマートフォンの所持。13歳以上は1人1台スマートフォンの所持が必要になります。到着後、空港でレンタルすることも可能です。出発前に指定アプリを3つダウンロードをお願いいたします。3、MySOS アプリで登録ができるファストトラックの登録。検疫に関する質問票の登録。誓約書、ワクチン接種証明、事前検査陰性証明の登録をお願いいたします。ファストトラックの登録は必ず行ってください。1、出発前72時間以内の検査陰性証明の提示について補足情報となります。実際に検査をする前に日本入国に有効となる検査方法、検体採取方法をしっかりと確認しましょう。当社では西海岸を中心に IAC 特別レートで検査できる検査機関のご案内もしております。ポイントは、検体採取をご搭乗予定のフライト出発時刻から72時間以内に実施する必要があります。この72時間前というのは3日前ではなく、出発予定時刻から72時間以内となりますので、お間違えないように受診をしてください。実際に証明書の不備や検査時間の誤りにより搭乗拒否されるケースも発生しております。米国内で乗り換えが発生するお客様は、国際線が出発する時間に合わせて72時間以内に検査をすると時間の間違いもないので、そちらの方法をお勧めしております。検査実施後、所定のフォーマットに記載をしてもらったら、チェックする項目は全部で8箇所となります。必ずご自身でも内容を確認しましょう。記載漏れ等があった場合は、飛行機への搭乗が拒否される場合もございますので、検査をした機関に速やかに訂正の依頼をしましょう。2、指定のアプリの利用ができるスマートフォンの所持について。13歳以上の方は1人1台スマートフォンの所持が求められます。ご準備ができない方は、日本到着後空港でレンタルすることもできますが、レンタル料は実費かかります。まずは MySOS アプリのダウンロードをしましょう。この後も出てきますが、このアプリが一番使う機会も多く大事なアプリとなります。 MySOS のほか、スマートフォンにはこちらの2つのアプリのダウンロードも必要になります。新型コロナウイルス接触確認アプリ COCO は、コロナ陽性者と接触した可能性について通知を受け取ることができます。位置情報を保存する Google マップ、入国後に陽性となった場合などに位置情報を保健所等に提示する際に必要になります。日本到着後に空港検疫にてダウンロードすることもできますが、その分検疫を通過するのに時間がかかりますので、ご出発前に事前の準備をお勧めいたします。 3. 入国前のウェブ手続きができるようになりました。
ファストトラックの登録について。ファストトラックは空港検疫で実施している手続きの一部をウェブ上で日本入国前に済ませることができるサービスとなります。実際のお客様の帰国団からも空港検疫でかかる時間を大幅に短縮することができたと聞いておりますので、必須ではありませんができる限り出発前の事前申請をお勧めしております。健康状態の報告をする MySOS アプリですが、 MySOS をダウンロードした後はファストトラックの登録も実施しましょう。事前登録できるのは質問票、誓約書、72時間以内の検査陰性証明書、それからワクチン接種証明書の有無を登録します。審査が終わるまではアプリの画面は赤色となります。このファストトラックはウェブ上に登録をした必要書類の事前審査を実施しておりますので、フライトの日本到着予定時刻から6時間前までに申請が必要となりますのでお気をつけください。申請内容が承認されるとアプリの画面が緑色になり、帰国当日は検疫でこの画面を見せることにより事前審査が済んでいる証明になりますので、基本的には検疫で書類の提示など必要がなくなります。72時間以内の陰性証明の登録が間に合わない場合など画面が黄色になることがあります。黄色の画面の場合は事前審査が途中まで済んでいるということになり、帰国当日は足りない書類の提示が必要となります。申請内容に不備があったり事前申請登録をしない場合は赤色のままなので、帰国当日検疫官と一緒に必要書類の確認をお願いいたします。こちらのファストトラックは事前申請をしなければ入国ができないというものではございません。ワクチン接種証明提示について、現在日本で認められているワクチンの種類のご案内です。2回接種の分と3回目の接種のワクチンの種類をご確認ください。記載されているワクチン以外は今のところ認められておりません。 CDC が発行している白いカード、もしくは各州で発行されている電子証明が接種証明として認められます。18歳未満のお子様はお子様自身の接種回数にかかわらず有効な接種証明書を保持する保護者が同伴の場合に限り、特例的に保護者の待機期間と同じ対応になりますのでご安心ください。日本滞在中のネット環境のご準備はお済みですか？レンタル料は1日5ドル、日本に滞在する日数分のみ、日本出発前に受け取れて到着後すぐに使える、日本語カスタマーサポート付き、データ無制限で通信が遅くなることもありません。レンタル Wi-Fi ルーターのお申し込みは概要欄からご確認ください。